こんばんは。ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。全国の明日の天気をお伝えします。明日は連休最終日、日本海側のエリアでは傘の出番が続きそうです。まずは沖縄ですが、晴れ一つのアイコンとなりました。明日も日差しが届いてお出かけを楽しめる天気となりそうです。昼間は過ごしやすい体感にもなります。半袖1枚でも過ごせるような体感です。また西日本、東日本、東北の南部、太平洋側のエリアを中心に日差しが届くところが多くなっていきそうです。こちらでも各地お出かけが楽しめそうですね。朝は冷え込むものの、昼間は日差しの下では心地の良い陽気にもなりそうです。ただ西日本の日本海側のエリアではだんだんと雲が優勢の空となります。九州の南部ではにわか雨の可能性がありますので、折りたたみ傘をお持ちください。また東日本の日本海側、北陸から東北のエリア、日本海側にかけてもだんだんとお天気は下り坂となっていきます。夕方から夜にかけては雨が降りやすい空となります。一時的にざっと強まる恐れがありますのでご注意ください。また北海道でも日本海側を中心に雨や雪の降りやすい天気となりそうです。こちらは雪が積もっているところも多くなっていますので、雨などによる融雪であったり路面の凍結には十分に注意が必要となります。道東のエリアでも雲の隙間から日差しが届く可能性がありますが、雲が優勢でちらちらと雪の降ることがありますのでご注意ください。北海道エリアでは今日よりも気温が上がるところが多くなっていきます。雪ではなく雨の降るところが多くなりそうです。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。